今日はこの方。あ、この俺はバッファローマンだ。バッファローマン。今や吉本興業を、はいはい、もうやめて、はい、個人事務所で、いやそうです、自分ちょっと待っている MJ さん、MJ 企画というのは MJ か、あまり一応に、はい、MJ 企画に所属の芸人さんになってまして MJ ってついてやっぱ売れるよって結構おばさんとかも言っててくれて、おもう世界四大 MJ って言って、おマイケル・ジャクソン、あ、マイケル・ジャクソン、マイケル・ジョーダン、おお三浦純マリリン・ジョイの方にすごい、そうなんですね、5代になると三原純子がいて、6代になると松潤がいて、7代になるとレインシェルがいて、ありがとうございます。もうネタ広場だよ、あんなもないです。それでもあとはもうこちらに、はい、一緒に売りたいって言って、ありがとうございます、はい、そんなね、もう個人事務所も社長権利、あ、そうですよね、部長、そんなマリリン・ジョイさんの、はい、財布の中身リアル挑戦状態、いやでもそんな別に今日は、あ、社長ですから、はい、あ、でも社長やはり普通プラダのゴールドの普通の欲しいことないんじゃないの、これは。まあまあまあ、でも大したことないじゃない、ちょっと上げていい、はい、はい、じゃ今日は本当にやられます、はい、しば、はい、ちょっといいですか、はい、一つだけ、はいはい、セリフは、結構小銭ありますね、ありますね、はい、1000円ぐらいです、はい、まあ、そう、これで大丈夫ですか、もう13000円、これいつもこの、いや、僕はあのすごい財布を落とすんですよ、あ、うん、で最近、あの財布のチップ買ったぐらいなんですけど、財布落としてもどこにあるかって言われる、分かるよな、あ、この間1000円の風俗があって行ったんですよ、うん、安いと思って、うん、で、12万入ってるカバンを置いてきちゃって、うん、とかよくあるんですよ、はあ、テンション上がって、はあ、あーってなってで、時間ですって言われたら帰ってきたら12万入ってるお財布を忘れてくるとか、もっと高いとこ行けたよ、おお、そんなのよくあるんですよ、まあ、正当だね、お金黒と高いお金を持たない持たないようにしてると、過去のことみたいな、35万欲しい、受信元をやめてから社長、いや、じゃあ社長儲かってますね、もうね、ガリさん、うん、ガリさんもすぐですね、やべ、MJ 企画一席あるからチャンネル登録お願い。